だから漫画が。くるくるくる、やばいな。いいじゃん、いいじゃん。ゼロエリアを使うか。カーブをつけたらあれがなくなるんだよね。カーブつけてね、なんか運動しなくなるわけないよね。電池も確保してない。近いから誰に手間はかけないとさせない。そうすると次の作戦が取れる。こっちスモールさんの位置から遠ざかる。基本戦術取れ。すぐに決まってんだろ。もし来ないんだったら森さんのところが回りゃいいんだよ。ネアに言うと、ネアはおとりでいいんだよ。この感覚でいろ。自分がおとりができた、最高の仕事ができたと思ったら待ってない。
あ、袋小路。袋小路あるわ。終わった。なんかあるぞ。なんだこれ。なんかの、あるよ。なんか。出口開けんの遅くなるやつある。ドラモブの凄さ。ゲートを開ける力なし。はい。それがノラモブ。あ、やべえ、ノーマン。あ、いい。ピー、気にしない、気にしない。もう。気にしなくていいんで。ノーマンなんで、崩せないんで。ノーマンなんで、崩せない、崩せない。ノーマンを壊しに行かないといけないって条件つくけど。かなり、ミッションが高いことになっちゃう。難易度が高い扱いになる。もうワンクルって。もうワン崩さないとやばいっていう。もうワンはどうにゃんだろう。本当に見えないから。はい。3人なんだ。これ何のマークだ。これうちの番人なんだ。なんで番人聞いちゃったんだ。これな。てか回復。誰か吊るされたら吊るされる寸前に行きます。出ますもう。番人みたいなマークだ。確かに番人みたいなマーク。吊るされた。はいし、これがやるじゃん。よし。番人みたいな確かにマークなんですよ。なんで聞いたんだろう。え、俺が吊るされる前？開けたとき、そうだそうだ、開けて、開けて、俺が吊るされたから番人聞いたのか、これ。え？リメンバーミーか、遅くなるやつが。で、うちの番人があったんだ、多分。って考えればみんなが出れなかった理由が納得いくわ。あ、リメンバーミー。リメンバーミーってやつなんだ、これ。あれのね、夢の国の人のね。で、これが聞いてたんだね。ちょうど吊るし、死の番人。なんか最後に切り札を持ってたパターン、この人。最後に切り札を。リメンバーミーとか、袋小路とか、死の番人とか、もう、キラーに言うけど、もう最後に通電させた後のこと考えてたらダメよ。上手な人はもう通電させたことなんて考えねえから、まず。通電させないってことを考えて。切り札として取っといたんだね。